はい、こんにちは。ドラゴンクエスト10第2期初心者大使インコさんのニコニコ生放送です。出かけの一枠ということで、お願いいたします。11月になりました。はい、といってももう2日なんですよ。60日を切りまして、2015年ももう終わろうとしていると言っても過言ではないのではないでしょうか。はい、若干焦り気味なのは今日私に時間がないということに加え、本当に、一足先のこの師走ムードを今からこうじゃんじゃんこう行かないと、12月になった途端にもっと焦るというところから、ちょっと無理やりにでもこう今師走感をね、出していこうと思っております。まあ本当にぐっと寒くなったしね、東京は雨なんですよ。大粒の雨が降っておりまして、気温が10度前後ということなんで、いやもう冬なんですよ。だから、で、まあ大体ほら今年も終わりぐらいになるにつれ、もっとあれやっときゃよかったなとかね、今年何も慣れできなかったなとかっていうのはあるけど、まだ遅くないんですよ。この11月っていうところから、まあ年末にかけて何かこう達成感みたいなのをこう出してい、こうじゃないのかっていうところっていうのは設定するのはすごくいいことで、私もだから今からこれやるよあれやるよみたいなことをどんどんやっていこうと思います。もちろんそれは、このドラゴンクエスト10の配信においてのニコニキ、我々のね2期初心者たちの集まりにおいての目標もありますんで、年末までに、限界の4色を倒すという目標のために、じゃあこの11月を何していこうかにしていこうみたいなことをこの間の集合配信終わった後ちょっとご飯食べてた時に、話しました。はい、で、まあ、私自身の個人としてもね、年末というのはコミックマーケットというね最大のコミックイベントがありまして、出展をしてね同人誌というのをまあ配布販布するということなんですけども、落選いたしまして、いや本当にねもう顔もなりますよ本当。いやきついんですよ、落選するとね、本当にきついんですよ。年末の手が何もなくなる。だから年末に かけてなんかこういう本作ろうかなみたいなことの、イメージみたいなのも全部無産する、ふわっと消えてしまう。いやーちょっときつかったですね。だからもう本当に丸々空いたんです年末が。もうその数日間はね本とか作ったりなんだりするのに開けてたし、でもちろん31日っていうのはコミケの3日目っていうのも出展するつもりでいたんでね、そうなんですよ、ゆっくりしたくないんですよ。はい、でもぜひともね、なんか忘年会の、司会が必要とかこの日私結婚式なんですけど、余興やってくれませんかとかね、堂々とお仕事の営業をかけていこうかなと思います。じゃないとね、いやゆっくりすればいいじゃないかっていうのが違うんです。仕事だから、同人誌とかのね反復も仕事っていうことで、私は、ね、家から飛び出して、まあ、大掃除から逃げてるわけですから、これが、ね、なくなると本当にね、なんか半日以上こうマジックリンと一緒に過ごさなきゃいけないんで、結構ね大変なんですよ。大晦日に結婚式需要あんのかっていう、わかんないけどね。基本抽選なんですよね、でもコミケはね。逆に3短いと不利と、コミケはなんだ1年半かそこらぐらい前から出始めたって感じなんで、まだまだね新参者なんで、そうなん、死活問題ですよ。路上で売りますか。なるほどね、イスラエル人みたいになっちゃってね、アクセサリーを販売するね、一度もなんかされるようにパカッて開くやつね、開いた時にアクセサリーがいっぱいあるみたいな。いやいやいや、マジックリン事故でしょ。まあ楽しいけどね、なんかかけてね、マジックリンの掃除もさ、油汚れがこうなんかみるみる溶けていくっていうのは、この間なんかそのなんか油汚れが溶ける音を聞けみたいなマジックリンみたいなもので、生ハゲっていうのが売ってたっていうのをネットで見て、いいタイトルだなと思った。生ハゲっつって、汚れが剥げるというね。だって元々だって掃除と生ハゲなんてほとんど関係ないんだから、まあ掃除サボってるやつはいねえがみたいな感じでいうキャラクターだけど、まあそのパッケージに生ハゲが載ってるっていうのはなんかああいう迫力はいいなぁなんて思いましたね。ゆく年くる年のやろうが長時間 DQ 配信しようぜ。そうね、でもまあ本当にね、ここぞとばかりだから12月31日ってでもなんかやろうかなと本当思いました。まあ今からじゃあライブなのみたいなことを言っててもいろいろちょっと考えてんだけど、なんだろうね、例えばほら、まあこのコミュニティだとね、例えばそのライブの様子をちょっとこう、ね、ただ無料で垂れ流しで流そうかみたいなことを一旦考えたんだが、でもそれってなんかその
多分ダメなんだよね、このコミュニティだと。インコさんのコミュニティだと多分、だからあとはもうただ単にその放送としてなんかやりますかみたいなやつとか、ちょっといろいろ考えて、大晦日ライブね、大晦日、カウントダウンイベントしようみたいなね、確かにね、なんかそういろいろね、いい案があるといいねということで、はい、どなたか結婚してください、はい、もうリスナーの皆さん、だってもうね884人集まってるから、で立ち見 A もオープンしてるしね、なんか本当に34番のアリーナ34番の人とじゃあ立ち見 A のね39番の方がちょっと結ばれちゃって、はい、でそれにまあ私が司会と余興で呼ばれるという流れが一番いいんじゃないですかね、多分そういうことにしましょうか、ね、ちょっとねもうジュース飲んじゃうよ俺今からちょっと私も仕事に出かけるんで、はい、まあ、みんなと一緒にちょっとねドラクエでこうお話ししながら、はい、まあその年末への計画っていうのをちょっと今日はお話ししようかなと思ってます、はい、これこの間なんか六本木歩いてたらくれたやつです、はい、ジュースエナジードリンクっていうのかなこれ、ね、辛いな、まあ、辛いけど美味しいジュースですね、はい、多分ジンジャーエールが辛いジンジャーエールが好きだったら好きなんじゃないですかね、エナジードリンクって基本的になんかあるんだよね、まあ買うけど結構ね繁華街とか歩いてるとねお兄ちゃんお姉ちゃんが配ったりするんですよね、一回なんかレッドブルかなんかでね面白いなと思ったのはレッドブルじゃなかったかな、街に、まあ、ちょっとホットパンツのね、お姉さんがいてで、飛び出させてくださいみたいなこと言うわけよ。もう何考えてんだと思って、どうしたと思ってさ、何を飛び出させんだおめえからと思ってたんだけど、なんかそのねボタンをねなんかね押すとそのレッドブルが詰まってるバケツからこうレッドブルが1本ポーンって出てくるわけ、天井に向かって、でそれをこう受け取るっていうね、なんかそういうほら遊び含めてのなんかそういう販促販売促進っていうのをやってたね。そうレッドブル開けられちゃうんです。そう家帰持って帰って飲もうかなーって風にちょっとね、なんか今あこれ寂しい話でさ、今飲みたくないんだけどその販売促進物って、家欲しいみたいな、でもそれってもう強欲でしかないじゃない、欲の塊みたいな、まあ俺みたいなやつがその来ると、でレッドブルとかの場合はそう、その場で開けられるんですよ、カシャってはい今飲みなさいみたいな感じで、まあ、それは正しいなと思った、それはね正しい、まあそれで飲んでね、飲んだら飲んだら美味しかったってことなんだけど、そうその場で開けないと渡せないって言われるっていう、だから雷神はそのままくれましたよね、インコさんホットパンツ好きそうって、まあ、皆まで言うんじゃない本当に、嫌いな人いるんですか、わかんないけどそんなわかんない、私は嫌いですみたいな人は今いると思うけど、まあ、私は自分で履くのは嫌いだけどね、この間なんか龍座がね、2期の石川龍太郎くんがなんか撮影の仕事だっつって、なんか写真ねインスタグラムで何枚か上げてたけど、なんか思いっきりホットパンツみたいなの入ってたね、なんかあれインスタグラムってまあツイッターで出てくるとさ、リンクを踏んでまあそこから出てくるね画像を見るんだけど、いきなりあいつがなんか入ってたね、なんか ざっくりだから2700みたいになってるわけですよ吉本の芸人の、でまあケミカルウォッシュのジーンズみたいなの入ってて、まあ、今が俺80年代っていうのファッションとかっていうのがまあやっぱりもう30年ぐらい経ってるから、まあ一周回って届いてるっていうね、リューザーとかの年代に対して届いてるっていうのは分かるんだけど、やっぱり俺の年代から見るとね、本当にギャグだよね、まああれ面白かったけどね、自分リューザー自身も楽しんで履いてましたけどもね、ということでまあ今からちょっと差し支えなければドラゴンクエストをやらせていただければと思ってるんですけど、それまで荒町も喋ったところでね、で一体何をやるかっていうと、年末までにニコニキがね、我々2期初心者大使が4諸侯を倒せると思いますかっていう話をちょっともうちょっと話させてください、こういうドラケの話はもうレッドブルの話ないよ、もうない、
せない。はい、ぬるこさんクリアした。ぬるこさんはなんかその和成とアーミーとサヤピーとなんか4人で倒してたってのは知ってる。俺も見たから。うん、見たんだが、まあやっぱりニコニキで倒すっていうところにこの味わいがありますからね。別にだから誰がみんなと言ってもいいんだけど、我々4人ではまだニコニキね、4色を突破していないので、うん、で、で私は倒せる、当然倒せるに集計しますけども、ちょっとじゃあ結果を出していきましょう。はい、はい、倒せる 30%、 倒せないが 69%、 もう本当によ。まあまあこれが民意ってことだから、まあもう言わないけど、もう本当にだよ。いや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 、意外と倒せるかって、これでも意外と倒せるが高い。本当よせ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 、いやいや、すぐ消すよ、本当に、こんなの。もう、何やってんだな、本当。で、確かに、でもね、心のどっかで、今のまま、心のどっかでね、もうはっきり言うわ。俺、今のまま当たっても勝てないと思う。確かに、俺も。うん。俺も正直、69% の中の一人だ。今のまま当たったら、まあ、確実に負ける。はい。あの、スラムキングみたいなやつには勝てない。で、リューザーをサポにすればっていう声は、まあ、それはちょっと一旦持ち帰らせてください。やめましょう。はい。で、別さんに踊り子を期待させよう。そうね。踊り子。いや、でもね、当然、チームユニフォームで臨むわけですから、ベッティは僧侶だろう。違うのか。で、いい。いいの来た、いいの来た。ハンバトできればいけそうだ。リューザーにハンバト。ハンマーバトルマスターね。そう、それを正直やろうと思ってます。はい、年末までのニコニキはこう強くするということで、まあ一人一人がパワーアップするっていうのはもちろん、はい、石川君の、スーパーリューザ化計画をちょっと私は発動させまして、はい、ハンマーバトルマスターで MP ブレイク、うん、でいいじゃないいいじゃない、うん、スーパー、本当にスーパーリューザーだ、うん、で、スーパーリューザーにするためにはハンマー、まああいつがハンマーバトルマスターを鍛え、まああれこれ動きをつけてってことなんだけど、まあ先立つものは武器ですよね、はい、で、武器職人といえば、まあニコニキではベッティがいますけども、ハンマーバトルマスターってのは、ほらバトルマスター、ハンマー2つ持ってくからね、右手にベッティ、左手にそう、私の第3の武器、家事職人のサブキャラインコロボ、はい、インコロボ製のハンマーを思いっきり装備させまして、はい、それで行ってやろうかなと思っております。ゆえに私の11月から12月にかけてというのは、もうはっきり言っても今日インコさんが配信出るのはもうほぼ最後だと思ってください、はい、もう出ないです。もう次の放送からは基本的にサブキャラです。で、私思ったのってなんだろう、なんかちょっと気持ち悪かったな、すごいね。私思ったのよ。言い直しましたけど。で、第3のキャラクターで、まあ、武器鍛冶職人をやってたんだけど、インコロボでね。これね、第2のキャラクターは、まあ、調理職人のインコちゃんっていうのがいるんだけど、武器鍛冶とかをやると、これね、どう考えても、ストーリーとかを進めないと、金が減ってく一方なんですよ。なんか調理の場合はね、ある程度なんか揃えられる素材とかうんぬんっていうのが結構、もう本当に俺オルフェアの2人しかいないから、インコちゃんに関しては、うん、でやっぱりね、その武器鍛冶ってのは使える素材が多くなったりとか、あとはその装備のその持てる幅みたいのをこう広げとかないと、もうバザーでも辛いし、うん、でやっぱ倉庫も拡張しなきゃいけないし、で、何せやっぱりその拾える素材とかっていうのはいちいち買ってらんないっていうかね、そのもう冒険進めていく上で拾って、あの資材を蓄えようっていうところをやっとかないといけないし、で、なんせレシピが高いから、料理とか気に入らんないからさ、レシピを買うために、今度はじゃあそのなんか落ちてるようなレシピっていうのを、その拾いに行かなきゃいけないっていうのがあるよね。うん。そうだからね、やっぱりね、絶対進めなきゃいけないんですよ、ストーリーを。そう、相当な初期投資がかかるんじゃねえのかなと俺すげえ思ってて、
で、もともと、まあ、第3のキャラクターのインコロボは、まあ、あり余るその資材で、今のところもう本当にあのインコちゃんがちょっとあのガタラとね、スポンサーガタラにスポンサーとして、まあ、あのロボットを作ったっていうことで、まあ、生まれたキャラクターなんですけども、で今のところね、なんか30万ゴールドぐらい渡してるんですよ、インコロボに、インコちゃんから。でもいっぺんになくなったよ、本当に何もやってねえのに。本当ちょっとだからレシピ買ったらもうすぐなくなっちゃって、しかも全然武器も打ててないしね。でやっと狙い撃ちを覚えたなぐらいの感じだったんで、それはねちょっときついんですよね。そうだからやっぱりニコニキパワーアップのためには、その私はまずはそのインコロボのパワーアップではないのかっていう、でそのためにはなんかドレスアップ用の、アクセルギアを取らなきゃいけないんじゃないのかっていう話になるんで、まあ、アクセルギア取りますよ、うんうん、で、ユーザー捨て身との相性が絶望的に悪い、まあ、捨て身2回3回やっちゃうからね、まあまあそれがまあもういけるはいけるでしょう、うんうん、なるほど、道具使いだね。布子さんが道具使いになってハンマー道具使い、その手もある、なるほどね、うん、で俺はどうすんの、結局俺は踊り子か、俺の踊りってベッティ僧侶みたいな、どうそれ、バトルマスター、違う、じゃあそしたらもう、うん、かくってる。いや最近ね調子悪いんだよ、なんか画像がなんかね、あの多分ワイマックスがおかしくなったんじゃないかなって最近すっげえ思う俺。音は聞こえてる？言って、うん、いやなんか最近ね、最近普通のだってあのウェブブラウザもちょっと調子悪かったりするからね。これやばいな、俺優先契約しないといけないかもしんないね。音は聞こえてます？ニコの設定のうんぬんってこと？音は OK なんだ、うん、映像カクカク、いや映像カクっちゃったらやっぱやだな。 YMAX なんですけどもね、うん、まああの天気が悪いと YMAX で若干調子が悪いっていうのはまああの結構あるんですよ、そのあるあるなんです YMAX の天気が悪いとちょっと調子悪いみたいな。で一応ね、その YMAX 帯域減らしてんじゃないのかっていうのも聞くんだよ。そうそうそう。で、あの YMAX プラスっていうのが事実上の、なんだ、あの、日数制限あるよ。あの、通信制限あるよっつって。だから俺はその普通の YMAX で今実は繋げてるんですよ。わかる？ YMAX2 プラスっていうのをやめてんの。これ設定できるなんか機械だから。でそれでも最近はね、やっぱりなんか渋くなってきたね。で今ちょっとYMAX の今手持ちのスマホみたいなものにも繋がってたんで、それを一回切りました。スマホの方を切って、こう今パソコンだけにこうネットの電波が流れるような設定にしました、うん、今安定してる、うん、そう普通の YMAX の方はもう収束方向ですかね。そうなんだよな。どうすりゃいいの？優先にしないのはなぜだっつって、いやそれはね、いろいろ理由はあるんですよ、はい、ただ単にお金が惜しいだけです、うん、なんだろうね。あいやね、もうネットを全部ね YMAX1 個でやってるわけよ俺。でそれで家の固定回線でなんとやらかんとやらって話になった時に、また倍払うのかよ俺はっつって、インターネットにっていうのはそういう気持ちになっちゃうよね、うん、やっぱ外でもインターネットしたいし、で家でも、まあ、インターネットしたいよって話になるから、みんないくら払ってんのなんてインターネットに、そんな、うん、大変だよ、うん、20万払って嘘だろでケーブルでつけてるよ俺、これちょっと見せるけど、わかんねえか、見えねえわ、見せるけどじゃねえ、あちょっと見えた、あこの今ムービー中の画面が、はいこれ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 につけてるんですよ YMAX の。でそのクレードルってのがあって、もう なんだこれ、ここしかで、ここの線ね、ここの線がパソコンにつながってるから、
あの一応そのなんつうの、ただその無線でポコって置いてるよりは安定すんじゃねえのっていうその、うん、そのことです。ねえ、月5000円弱、うん、でもだって有線でつなげて YMAX を持つっつったらやっぱどうしても7000円とか8000円ぐらいになっちゃうな、うん、でもその5000円とかプロバイダー込みで5000円の方っていうのは外だとスマホのただ単にスマホの契約か、うん、携帯が高いというね、うん、で俺ね実はもうその通信に関してはもう本当になんかもう渋りに渋ってて、渋りに渋っててっていうか、俺まだガラケー使ってるんですよ俺。ガラケーとそのスマホのその Wi-Fi を拾う用のスマホの2台持ちなわけよ俺。もうガラケーなんてすごいね、もう一回バスに引かれたからね、もうすごい表面の塗装が剥げちゃって、うん、すごい。でもそれでも丈夫に持ってるからあの愛用してますけど、でだからもう通話はこれでしか使ってないの。なんだけど、だからね、すごい安いの、俺。もう正直に2000円ぐらいしかかかってないの、俺。月の携帯料金なんて。うん、今、LINE とかがさ、LINE、その YMAX ね、4000円ぐらいか、あの3800円だかなんとか払ってさ。で、もう LINE でほとんどね、もう通話っていうか、もうできるし、もう会話が。だもう事務所に電話かけるときぐらいだよ、これ。この、もうバスに引かれた携帯を使ってんのは、うん、あとはあれだね、うん、再配達受付とかね、意外とあれ意外とあのネットでもできるんだけど、うん、パッとその場でこうなんか再配達受付とかね、宅急便とかの、うん、でワイマックスと光携帯合わせて月1万円弱。ああなるほどね、クレバーですねその方はね、うん、そうなんです。本編入ると見せかけて入らなかったっていう、こういうね話をしたかった、ずっと俺は、うん、もうずっとこういうなんか数千円についての愚痴をもうみんなに垂れ流したかった、うん、いや本当は俺だって倍払いたい本当、うん、有線でつなげてもう光で快適っつって、で外は YMAX でっつって、でカフェでノートパソコンを開きみたいな、でその上からカフェラテをかけるみたいなさ、もう全く意味不明のことをしたかった俺だって、うん、ただそうはいかない、うん、で、いやいやいや、ゲームでは散財するのリアルでケチなのねって、いや違うんだよ、これもちょっと理由があってさ、あの家のネットを一元化するからっつって俺は YMAX を、まあ、これガンボさんに言って契約したわけ、うん、でそれでまた俺インターネット回線やりだすわって言ったら、もう何考えてんのこのメガネって言われるわけよね、うん、で多分その固定回線を引いたら、有線を引いたら今度は YMAX がなくなっちゃうんだよ多分ね、俺の中で結構大変なんですよ、そこは、うん、で今ねちょっとそういう話をしてた、うん、でネット回線、今月の15日はネット回線かな、あ11月15日のねインコさんのねトークね、うん、そうなんだよ、うん、まあまあでもね、あのそろそろでもインターネットの回線をやろうと思ってる、あと俺ずっとね、なんか回線引いてたんですよ、一回光かなんかって。あれなんかめんどくさいんだよ、契約がね。やれ引っ越しだとか、うんぬんとかさ。で、いつの間にか自動更新になってますとかさ。結局だって俺この YMAX を契約するときに、なんか1万円くらい払ったもんね。その、前に使ってた携帯を、あの携帯っていうか、ネットの回線もやめますっていう話になったときに、うん、今やめると9000何百円ですよみたいなこと言われるわけよ。はい、もう分かったよ、もう その手には乗らねえぞって言って、もう払ったらみたいな、まあ、乗ってんだけどその手でね、うん、払ったらって言ってそれで払いましたよ、うん、そう4色をやってる時に回線落ちたらどうするんだって、いやそうなんですよね、だからマイクの次はもう回線だって話になる、それもなるんです、どう考えても、うん、だから約束します、じゃあちょっとまあ有線もなんとか頑張りますよ、うん、なんとか頑張りますよってなんだよ、うん、あと5分だよ、もうやべえ何もやってねえよ俺、何もやってねえよ、ちょっとこれインターネットの話すんじゃなかったな、うん、ちょっと今俺今更ながら後悔してきたわ、ごめんねみんな、もうこんなこのクソインターネットの話に付き合わせてしまって、うん、
そう、海鮮だよな。もうだからもうカニ現象とかも、ま、真っ平だよ本当に。カニ現象ってのは私たちニコニキが勝手につけたんですけど、なんかピラミッドでカニのモンスターがいっぱい出てきたらゲームが遅くなるっていうね。なんかそれはもう別にドラクエが悪いんじゃなくて、我々の持ってるネットの回線がもうなんか弱かったもんですから、うん、そうなんですよ。もうネットの話はやめる。で、また戻す話はニコニキの4書庫について、はい、もうリューザーじゃあハンマーバトルマスターでスーパーリューザー化にさせます、はい、もうハイパーオーラ化みたいな感じで、別にスーパーでよかったんだけど、うん、どっちかというとなんかダンバインネタにしたいなと思いました、はい、まあ、ハイパーリューザーになって、それで、ヌノコさんが道具使い行くか、ダメか道具使いは。旅芸人のみんな、ヌノコさん旅芸人だぞ。で俺が踊り子、踊りのインコ、うん、踊り子今レベル28だからね。それあかんフラグ？あかん。四色は武道家でもいい？あ、そう。じゃあ、リュウザ、武道家？ハンマーの武道家なんていないでしょ。ハンマー持たせたいんだから。なんでハンマー持たせたいかって言うと、俺がハンマー作りたいんですよ。もうそれしかないの、結局。だから今の俺、この20数分って、もうリュウザのことを考えてるようで、俺のことしか考えてなかった。俺がただ単に武器作りたいだけ。道具いらない。でみんなレベル90にしたらチャンス特技だとか、チャンスね、うん、チャンスっつって、チャンスがあるんだよな。踊りは僧侶より責任重大、マジか、バトルマスター踊り子旅芸人僧侶、そう、そういうのどう、旅と踊りと僧侶がいたらあといちゃなんでもいい。あ、本当そんなもんなんだ、じゃあもうバトルマスターだな、ユーザー浜布さんは、いやいやいや、全員バトルマスターダメだそんな。ヌノコさんが道具ハンマーでええんちゃうのっつって、そうか、そういうことか、幻惑が大事、そうか、なるほどな。道具入れるなら魔戦の方がいい。ああ、そう、いや難しい。踊り子の探検作ればいいけど、探検も作るじゃん。でも勝つ気ないからいいんじゃない。あるよ勝つ気。何の話をしたんだ、ここ20数分。勝つたびに何やるかって話だよ、本当に。勝ちますよ。爪を打ってもいい。いやいや、やっぱハンマーじゃないの？いや、ハンマー2本ってのがグッとくるわけよ。ベッティも武器職人やってっから、こうニコニキでこう打ったハンマーを、なんかあいつに持たせて、あいつがテンションバーンみたいなさ、なんかちょっとかっこいいじゃないですか。なんかそれをやりたいんですよね。まあ、全然相談も何もしてないんで。うん、またいつものようにぶち上げて後でみんなに言うっていうパターンで申し訳ないんですけど、ちょっとリューザーに聞いてみます。お前ハンマー持ちたいかっつって、うん、それによって、うん、どうしてハンマーにこだわるってのはそういうことだから、2本も持たせたいの。だからベッティのハンマーとインコロボのハンマーを持たせたい、うん、そういう話、うん、あ、まあそういうことにします。で今11時半です、はい、行きましょう、はい、本当にやらせてください、はい、ネブラスカさんルルルンポーっつってる。え、何これ、こんな世界に俺来たの今。連動の南ではそういうのが流行ってるみたいですよ、うん、で、まあ、ルルルンポーというのがありましてなんだよそれ本当にで、まあ、釣り老子とかにいるんですけど、まあ、私はアマトになりました、はい、で、シュガーサブレをサクレはあれかアイスか、シュガーサブレをなんか何枚か持ってます、はい、これ何個集めるといいの、称号もらえる、バンリーのそばで行ってごらんだって、あ、本当？バシッコのルルンポーっつったら本当？全然何も言わないもん。ルンルンルン、うん、うん、何も言わないほら。
いやルルルンポーか、そうか、ルルルンポー言いたいだけやめやつ急に思い出したんですよ、あれ何だったっけこれ、芥川龍之介かカッパが、ルルルンポーね、うん、ポーコポーチャンマリ、おすげえミスターバシッコ、いやこれも完全に味っこじゃないかよこれ、ミスターバシッコだよ、やっぱこれちょっと嬉しいなこれね、これ誰がこれ見つけたのすごいな、うん、いやこれはいいよミスターバシッコだ、大カッパ沼のぐるりの山とか、あ違う、うん、芥川龍之介じゃない、カッパとカエル草野心平、そうですね草野心平先生ですね、カッパとカエル、そうそうそう、そう、うん、さっきのねルンルンルルンブルルンブルルンっていうのが教科書かなんかであったんだよね国語のね、うん、まあ、それがあったんですよ、はい、そう味っこうまいぞのやつね、いろいろ混ざってる、もう本当にさまざまなコンテンツが今混ざって、あのよくわからない状況の中よくついてきてくれるよみんな、千数百人のみんな本当にありがてえ、うん、俺やってよかったこの仕事で、それでね、ちょっとレベル解放をしてみっかっていう話になってます、これしてないんですよまだ、これか地合いで積み込むように、ピーピのお宿による、ピーピのお宿行くか、じゃあ早速、じゃあバッシーミスターバッシコの、あ、その前に多分、いや、仲間雇わないといけない。どうせ、なんか倒すんでしょ？獲物呼び？魔物使いなので。ちょっとくしゃみが。くしゃみがすごい。おぉ。わぁ、すごい。やっぱりな、この時期はきついね。はい。もういいや。じゃあ、ジッポさん。おぉ、すげえ。インゴさんごめん仕事中だからあんまりコメントできない、大丈夫大丈夫、そんな見てくれればいいんですよ、じゃあ椿さんいいね、バトルマスター、私エステロアってのが最近グレーツェルからエステラになったみたいですよ、なったみたいですよ、その後の判断は皆さんにお任せします、よしセコマさんに行こう、よしいいよ、で転職で魔物使いね、 OK、 よし、で、バシッコバシリーナでいきます、回復？あ、回復か。回復はなんだ？なんだ、ハンマーさんしかいねえよな。ちょっとハンマーさんじゃちょっと物足りないよな、回復は。いいや、ちょっとじゃあ、もどき出すわ。ここにいなかったっけ？あ、いねえのか。もういいや、もう大丈夫、行きます。ニコさんレベルだって、レベル大丈夫です、うん、そう、おお HP リンクがあるやろ、おいや、そういうことそういうこと、じゃあピーピーのお宿行くわ、お宿お宿、もう鼻水がすごいよ出ちゃって、あよしよし、で、ピーピーのお宿にいるナズナ、いた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 、うん、もうスライムベホマズね、オーケーオーケー、ベホマズンは
いや、MP が全くねえや。外泊しよう、ちょっと。こちらでございますよ、つって。特訓を経験値に戻しましたが。大丈夫、まだレベル70だから。何の問題もないです。で、じゃあ、ポポキノコとポポリアキノコ山に行きます。これ、ポポリアキノコ山？どっち？ポポリアキノコ山？石か。石登録だ、これ。忘れてた、忘れてた。石、石。あ、どこにいる？あ？お？ママポン、あ、違う。ママポン。あれ、いなかったね、この辺。ここいないのか。いや、いるいる。ポコはシンプル、ポコは、ポコはシンプル。もうね、矢印ついたところでわかんないよね。だって、ここにいないってことはいないってことだよ、ほら。ポコはシンプルは。お前じゃママポンなんだ。違う違う違う。いい、いい、やんないやんない。苔だ。宿屋の裏？ほんと？お、しかも宝箱ある。よっしゃ、よっしゃとしかいない。小瓶だよ。いないよ。どこに、あれ神父は。でも全然いねえわ。あれ、ほんといなくね、これ。あれ、どこにいるの、だって。箱しかねえよ。基本的に裏、あ、いた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 。ポコはシンプル、これ。大山みたいな顔してんな。じゃあ、偽アラハギル、これはです。よしよし。よし、じゃあ、ポポリ焼きの小山に行きます。いや、地図見ても今分かんなかったよ、正直。地図を拡大みたいな風にして、なんかワイヤーフレームで、その街の様子みたいなブワーンと出てきて、ここみたいな風なのがあれば、いけました、今。うん、本当に俺はこうやって配信して恵まれてるなと思うのはさ、多分叫んでたりすっかんね、俺多分いなかったら、いねえじゃねえかよ、つって。まあ叫んでるけど、今でも。でもちゃんと見つかるわけじゃないですか、みんながいるからね。ここはありがたいよな。ちょっと扇の、いや、本当にそこまでない。でも Google マップでも迷うからね、俺。なんか俺多分ね、なんかが多分ないんだろうな。ガキの頃からそうだったもんね。多分ハイキングとか言ったら、その山菜採りとか言ったら遭難して死ぬっていう未来が見えるから、もう子供の頃からね、そういうことには気がついてはいるわけよ。だから近寄らないようにはしてる。なんか誤信ですよね、誤信感性。身の危険のあるところには近づかないっていうことを体現してますよ、私は。そうだ、デパートもなるべく入らないようにしてるよ、俺。よし、ごポポキロはね、結構行ってたんですよね。ここもなんか魚が釣れたりとか、でかい魚がね。あとこのモノクル、今装備してるやつが欲しくて、装備してねえじゃねえか。あれか。魔物使いだからか。そう、こいつね。魔界執事、違ったっけ？ヘルコンダクターか、アモデウスか。アモデウスをよく倒しておりましたよ。なかなか出なかったんだよね、転生がね。で、このポポキノの中に、スライムベホマズンがなんかいるんだよね。
そうそう。ドイツフェスどうでした？おお、そう、昨日行ってきたんですよ、ドイツフェス。あの、青山公園でね、あの、ドイツの、代々木公園でよくタイフェスとかやってるけど、まあ、そういうフードコート出たり、ね、あの、お店が出たりっつって、ドイツをね、PR する、イベント、野外のね、やっておりました。まあ、そこに、まあ、ヨーロッパつながりということなんでしょうか、キャッスル・ティンタジェル、つまり、ね、第3期のアーミーね、アミニー213が参加している団体、アーマードバトルのね、エキシビジョンマッチが行われてるということで見に行ったんですよ。いや、面白かったですよ、すごく、うん、初めて見たんだよ、俺、生でアーマードバトルでね。まあ、やっぱりね、あの手のね、まあ、そのアーマードバトル自体の感想はツイッターにも書いたんだけど、もう迫力がやっぱりね、そんなやっぱり棒とかその鉄の塊でなんか人間同士がボコ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 殴り合うっていうことって、まあ、見れないからね、もう今の世の中で。そんなになんかもう YouTube のロシアの様子みたいなのと見ると時々そうやってあのなんか喧嘩の様子とか普通にアップされてるけど、やっぱ生で見れる機会はなかなかないんだよね。で、組打ち OK みたいな感じで、あのこう投げたり蹴ったりしていいみたいな感じのルールの時はもう本当にもうパシフィックリムだよね。鎧のガチャガチャガチャ、鉄の塊がさ、うん、だから俺思ったんだけど、ミニチュア動いたら面白そうだね。だから怪獣バトルみたいになっちゃって、物ぶっ壊しながらアーマードバトルするみたいな。全然いねえな。どこにいんだよ、俺、スランベホマズ。いないよ。でも本当にいない。あの、黄緑色のね、なんかあの、物体、でかい、でかいのが、なんか、ポヨンポヨンしてんだけどさ、普段は。いないよ、本当にいない。なんか奥の方にいたんだよな、確か。この辺じゃなかったかな。でも苔ばっかりだろ。苔もありがたいけどさ。西？反対側の橋渡ったところの方が本当は橋渡るわ、じゃあ。もうあの苔。苔、あと木付けが今すごい指をつって。痛い痛い痛い。あの橋を渡るのね。はい、あの橋を渡れば海が見えるっていう、ね。まあ、今それはムク・ハトジュ先生でしたね。あの坂を登れば海が見えるというね、さっきの教科書ネタの続きですけども、俺は好きだったな、あれ。でもそんなこと言ってもなんか世代があれだから、教科書に載ってるものが違うからもう読んでもいないってことになるのかね。うん、よし来た、レベル解放で、西の橋 E2 の付近はすぐ湧くよ。よし、 E2 に行くわ。じゃあ E の2ってことはこっからまっすぐだ。痛い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 。よし、来た。で、獲物呼びをするのね。いっぱい倒せばその分いっぱい落とす確率が上がるということなんでしょうか。お、出番し。こいつ文字通りベホマズ持ってるわけだよね。やばいよね。結構みんな倒したの、いっぱい。これさあどうだ。一撃です。もしくはまあ3分の3回やったうちのってことなんでしょうか。ありがたいありがたい。5匹ぐらいサクッと出る。あ、ほんと。
さて、解放、これで達成ということか。はい、やばいやばいやばい、危ない、違う違う、いいな、いいな、違う違う、おお、ムービーですよ。熱量も増して雑ですねっていうのがあるけど、いやちょっとね、あの鼻が詰まってるんですよ。ちょっと鼻噛んでくるわ。これで特訓をまた経験値に変えなければいかんということだな。うん、なるほど。そういうストーリーもあるという、ね、もう達人オブのレベルが上がりました。じゃあスッと転職だけしといた方がいいかもな、忘れないうちに。じゃあ今のところ8時5まで行ってる、僧侶旅芸人スーパースター、この辺りちょっとちょこちょこ転職してやっときましょう。もうドワオのドワオって人がいたな、今な。この間なんかワコツっていうドワーフのキャラクターがいて、ちょっと笑っちゃったよな。ワコツってと思って。これやっぱりいちいち転職しないとダメだよな。あ、まとめて変更できる。あ、ほんと。これでいいの？もう、あ、これか。おお、これ便利ですな。よしよし。さあ、一応転職しとくか、他の職業に。まあいいや、とりあえず最近僧侶じゃない、僧侶でいいや。で、実はその知ってますよ。知ってますよ。なんか急に言い出したけど、いろいろとそういう細かいところでバージョンアップがされているのがいいところでしょ。このゲームの一括で解除できるようになっております。そしてモンスターバトルロードもバッチもいっぺんに開けられるようになった。知ってますよ、うん、いっぺんに開けに行きましょう。じゃああ、62枚しかない。あれ？あ、この間、この間開けたんだ、それ。
じゃあもうバチジジイにちょっとこう、開けに行って、交換しましょう。で、実はね、そう、あいつだ、あいつ。ほら、キングリザードは4枚手に入ったんですよ。もうこれはちょっと行きましょう。じゃあ、バッチキング早くない？俺もう手に入れたい。なかなか、もうドラゴンキッズはもうそれ持ってるよな。この辺は、ダメか。ハッピーハズーボー。これは、この金が、結構、ベビーサタン。ベビーサタン銀なんか出せるんじゃないか。お、これでベビーサタン金も作れる。ということはこのハテナが入れれる。ん？違ったっけ？これか。ハッピーハートがね、ダメか。なんかハテナ埋めたいよね。あれ？ねえや。ない。そう、ハッピーハートはね、ハッピーハートそれなりに持ってると思うんだよな、俺。もう渡ぼうだよ、渡ぼう。あれ、預かりしてどこ行ったっけ。今日はやっぱり協力バトルだからすごいね。みんな、人がいて。あれ、預かり所は？もうなかったっけ？ここに。あったあったあった。ここだ、ここ。ほら、あ、いたいた。ベルト。ね、屋根裏のハッピーハード、一応結構あるじゃん。なんだかんだちょこちょこ変えたんだけどね。で、銅の鉱石とかもちょっと入れときましょう。時の水晶。ね、あと5分です。ちょうどいいぐらいですね。そろそろベルトもね、シャレベルのちょっと完成間近になってきてるんですよ。おしゃれなベルトも。よし、ちょっとバッチをね、本当にキングの称号が欲しいです。本当に早いとこ。これはもう、まあ、金は銀バッジってのは基本的にもうバッカスかバッカスか変えちゃっていいわけですよ。ハッピーハートがあればキングの称号自体はいける。本当。必要なものしか買えない方がいい。本当？まあでももう銅のさ、バッジはいらないはいらないんじゃないですか。そういうことでもないですか。とにかく金バッジを増やしてどうにかしないといけませんよ。銅バッジが、あ、コインが20枚、あ、12枚以上は、コインが、あ、20枚になる。なるほどね。
う止まる。結構持ってんだな。金利差は出るけど偏りすぎて辛い。あ、本当。そんな感じなんだ。銅が7枚以上あったら7未満にするけど、本当。銅は10枚、銀は6枚以上になったら交換するといい。あ、そういうあれなんだな。いやもうダメだ、俺多すぎる。なんか俺1個この間開けたんだよ、50個ぐらい開けたの。来た来た来た、このハテナが、ハテナが埋まる気持ちよさ、これですよ。これ待っていたぜ、この時を。これで改めて来るか来るか来るか、来ねー、何も来ねえな。このハテナが何なのかっていうのがわからないってことだな。メタルブラザーズの金とかもあるの？メタルブラザーズもこれちょっとじゃあ、スライムライト金。メタルスライムもちょっともらっとくか。なるほどね。そうすることによってまたない、アロエ鬼、鬼アロエはちょっといらないわ、メタル系は。いやスライムライト俺結構出るんですよ。今のもったいなかった、本当。大丈夫、結構出るから。そろそろ枠終わり、もう終わったわ。もうなんかバッチ交換して終わっちゃった。ここ欲しいね。あ、スライム。そういうことね。もう終わります、もうこれ今日終わりです、これで。本当に申し訳ない、とりあえず私はあのバッチキングが欲しいということだけはお伝えします、皆さんに。そう、バトルロードをやんないとね。まあ結構ハテナが空いたっていうところで進みは良かったんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。私の果たしてそんな日が来るのか。バッチキングの立ち方を手にすれば何かが変わると信じております、ニコニキの年末までの道も広告期待ください。また次回の配信でお会いしましょう、はい、ちゃんと優先にしといてね、はい、なんとか持ち帰らせてください一回、はい。